総流型潜水艦は、海上自衛隊の通常動力型潜水艦の、艦球。13中規模に基づく平成16年度予算より、海上自衛隊発の非待機依存推進潜水艦の、艦球として、建造を開始しており、10番艦までは、スターリングエンジンによる、エイプシステムを搭載している。その後、11.12番艦では、スターリング式エイプを廃止する一方、 世界で初めて機関の構成要素にリチウムイオン蓄電池を採用した潜水艦級となった。海上自衛隊と技術研究本部では1950年代中盤より非待機依存推進システムの開発に着手した。まず昭和29年度から31年度にかけて新密菱重工と共同で軽量小型高圧燃焼ボイラータービンの開発が行われた。 これは液体酸素と燃料を小型のボイラーで高圧燃焼させ蒸気タービンを駆動する方式であった。また同時期には川崎重工も液体酸素を用いた閉サイクルディーゼルの研究を行っていたが前者は酸素の取り扱いと起動時間の問題、後者はさらに計一期間を要することからいずれも研究は中止された。その後、技術研究本部では 昭和37年度より燃料電池の研究を開始した。当初はナトリウムアマルガム燃料電池が検討されていたが、水銀の質量が課題であったため、昭和42年度より酸素、水素型に転換した。昭和49年度までに試作、試験を行い、多項製、ニッケルカーボン二重層電極、8セル構成で、出力9キロワット・電圧6ボルト。 容量1500アンペアの燃料電池を開発した。これらの成果を踏まえて、昭和51年度計画潜水艦への燃料電池の搭載も検討されたが、液体酸素の取り扱いに関する傭兵側の不安を払拭できなかったこともあり、断念された。これらの経緯も踏まえて、技術研究本部は燃料電池よりもスターリングエンジンの方が潜水艦用、 エイプシステムとしては実現性が高いと判断し、昭和61年度より基礎研究を開始した。同方式は、スウェーデンのコックムス社において1983年よりプロトタイプ試験に着手されており、1988年には全量産型の 4V-275R マーク I モデルを熱研急潜水艦のネームシップに搭載しての養生試験を 実施、1992年には、量産型のマーク2モデルを搭載した、ゴトランド級が寄港されていた。このことから、技術研究本部では、平成3年度から9年度にかけての技術研究で、同級搭載機と同じマーク2モデルを輸入し、独自施策の液体酸素タンクなどと組み合わせた上で、軽流区画と呼ばれる部分線格模型に設置し、地上試験運転を行った。 平成11年度より、スターリング機関発電システム2組及び、液体酸素タンク2機を備えた増設区画を試作して、平成12年度から13年度にかけて、朝潮に、これを搭載する特別改装を行った。平成13年度中に、性能確認試験を終了。平成14年度から本格的な実証試験が実施された。この実績を踏まえて、 平成16年度計画間より、スターリングエイプシステムの搭載が開始されることになった。これによって建造されたのが本型である。海上自衛隊では、平成5年度計画の親潮型より、部分単角構造、葉巻型線形を導入した。これは、比較動力潜水艦が活動するような低速域に、 ついては類的型線形と同等の流体力学的性能を確保しつつ、長大な側面アレイソナーを多圧角に直接固定できるように配慮した設計であり、本型でも踏襲された。船体の基本設計は例ゴ SS と同様であるが、長さ11メートルのエイプ区画を挿入したにも、かかわらず、偽装の高密度化によって全長は2メートル程度の延長で収まっているが、 これにより居住区画は親潮型と比較して狭くなり、連続先行時間の増加も合わせて居住性は悪化した。線形についても、例語 SS と比べると、艦首や艦尾の曲線が変更され、セールをやや前方に移動させ、その基部にフィレットと呼ばれる流線形の多いを追加するなどの改良を加えており、第二世代の葉巻型線形ということができる。なお、 エイプ区画の挿入によって、船体内は6区画とされ、セールへの昇降は、第一防水区画から行うように変更されている。また全部脱出とと、魚雷搭載口は、将来装備予定の個人脱出スーツの寸法に配慮して分離された。ターゲットストレングス低減のため、水中吸音材、反射材の装備やセールの傾斜構造化を行った点ではレゴ SS と同様だが、 本型では入社音を音源と異なる方向に全反射させる反射材が開発され、船体全てが水中吸音材、または反射材で覆われることになった。またフィレットの設置も水中抵抗の低減とともに乱流による雑音発生の低減による水中放射雑音削減に影しているとされている。外見上の最大の変化が後火事装置の採用である。 従来は、回答を担当する垂直打と姿勢制御を担当する水平打による十字型舵を採用してきたのに対し、X 打ではこれらを45度ずつ傾けた形で装着して4枚の舵べてに回答と姿勢制御の両方の役割を担当させるものである。この方式は、機動性に優れるほか、舵面の1枚が損傷しても他の3枚で、 分担できることから上調性にも優れ、また、着底、鎮座、接岸時にも火事面が損傷しにくいというメリットがある。以前、アメリカ海軍が実験潜水艦アルバコアで試験を行い、同国での採用は見送られたもののヨーロッパを中心に採用例が多く、例えば、スウェーデン海軍では1960年代末のシェーオルメン級より採用している。本型での採用は、 機動性向上によって、艦型の大型化を補うことを狙ったものであった。スターリングエンジン搭載型蒸気の経緯により、本型の10番艦までは、スターリング発電機による非待機依存推進システムが搭載されている。本型で搭載されたシステムは、アサシオやスウェーデン海軍 A-19 型で、 搭載された4 v 2 7 5 r ーク2の発展型である4 v 2 7 5 r ーク3を4機用いており、第4防水区画の上層にスターリング発電機が両限に1機ずつ、下層には液体酸素タンクが両限に1機ずつ配置されている。なお4 v 2 7 5 r ーク3は川崎重工業で、 ライセンス生産化されている。ただしスターリングエイプシステムは出力が低い低速機であるため高速力を発揮する際には従来通りの鉛蓄電池もしくは浮上してディーゼルエレクトリック方式が用いられる。ディーゼルエンジンとしては春、潮型以来用いられてきた V 型12気筒の高速4ストローク機関である川崎重工業 12V25、25S の 紹介量型である 12V25、25SB が搭載された。エイプと共に本型で導入された新機軸の一つが永久磁石同期電動機である。従来の潜水艦では直流電動機を採用してきたが、すでに進化の極地に達していた。一方、一般産業界では電力用半導体組織技術や制御技術の進歩を背景として、 大型交流電動機を半導体電力変換装置によってが変速運転するシステムが発展していた。このシステムは速度切り替えの機構操作が不要であり、また整流子、ブラシ、回磁レージ回路、スリップリングがなく小さくでき、保守が容易であるなど多くのメリットを備えていたことから、世界的にも珍しい潜水艦用交流電動機装備が開発されて搭載されたもので、 ある。リチウムイオン蓄電池搭載型技術研究本部では、平成9年度より、次世代の潜水艦用蓄電池として、リチウムイオン蓄電池の開発に着手していた。これは、従来の鉛蓄電池と比べて、水素ガス発生の危険がなく、2倍以上の重量溶石あたりエネルギー密度と、1.5倍以上の繰り返し重放電回数を持ち、 充電時間が短く、放電による電気容量の低下を抑えられ、効率放電を長時間持続できるなど、多くの優れた特性を持っていた。特に充電時間については、鉛蓄電池では発電機出力に余裕があってもそれ以下の電流量で充電せざるを得ず、また完全充電に近づくと少量ずつしか充電できないために、作戦海域で満充電することが、 ほとんど不可能であったのに対し、リチウムイオン蓄電池ではこれらの制約を受けないことから潜水艦にとっては非常に望ましいものであった。当初は本型5番艦からこれを導入することで艦の巡航速度を改善し高速航行可能な時間を増大させることも検討されていた。その後、一度は平成29年度計画で、 建造予定の新型艦まで待って導入する方針となったものの、結局は平成27年度計画で建造された本型11番艦のオ流から先行搭載されることになった。搭載にあたっては、鉛蓄電池の実をリチウムイオン蓄電池に置き換える手法と、スターリングエイプシステムと鉛蓄電池の双方をリチウムイオン蓄電池で置き換える手法が比較検討され、 後者の方がコストは高いが出力も大きいため在来線やエイプ線より高速での水中連続航行が可能となることが期待された。最終的にこの方式が採択されリチウムイオン蓄電池は g s ユアサが受注した。前年度計画の本型10番艦、小竜の建造費は約517億円だったのに対し同艦の建造費は 約643億円と100億円以上の価格上昇となっているが、その大部分がリチウムイオン蓄電池の費用と見られている。スターリングエンジン搭載型と比べると、時空馬力は8000馬力から5600馬力に低下しており、瞬発的な最大速力は低下しているとみられる。一方、蒸気のようなリチウムイオン蓄電池の特性から長時間にわたって持続的に中、 高速力を発揮できるようになったものと見られている。同艦の収益にあたり、海上自衛隊はリチウムイオン電池を新たに搭載することにより、従来型潜水艦に比べ、水中の持続力や速力性能など、大幅に向上した潜水艦と発表した。装備面での最大の変化が、ネットワーク化である。海上自衛隊の潜水艦では、有志を偏り、 潜水艦式管制装置を導入したものの、これは基本的に武器管制システム及び魚雷発射式システムであり、情報処理は各センサーが独自に保有するデータベースによって個々に行われていた。これに対し、本型のシステムでは主要なセンサーや武器が機関信号伝送装置と称される二重の光ファイバーによる欄によって連接され、情報処理装置をサーバーとして、 情報管理を共通化している。端末装置としては、水冷式の潜水艦情報表示装置が6機、配置される。また、これらのネットワーク化システムによって生成された、情報を意思決定に反映するためのインターフェースとして、ZQX-11 潜水艦戦術、状況表示装置が導入された。ここに、センサー情報や、公開情報、さらには、 MOF システムから配信されるノンリアルタイムの情報まで全てを集約することで従来の体制作図版よりも多くの情報を迅速に表示できるほか上院間での共通戦術状況図や共通作戦状況図の生成も可能となった。また、館外のネットワークへの連接のため在庫 -31 式完成支援ターミナルが搭載された。これは 親潮型後期型から装備化されたものであるが、同型はネットワーク化されていないために C2T で得た情報はその端末上でしか表示できなかったのに対し、本型では C2T と TDS が連接されたことから TDS の画面にその情報を頂上表示できるほか、3を介して各コンソールでも見られるようになった。また、間の情報を上級司令部に送信することもできる。 このほか、7番艦からは、新たな X バンド衛星通信装置が装備された。2020年の衝突事故において通信アンテナが全損し、司令部と長時間通信が不可能だったことを踏まえ、衛星携帯電話など、艦のシステムとは、独立した通信装置の導入が検討されている。逆端ソナーソナーシステムは、Z99-7 に改良されている。 これらは、基本的には、例語 SS の Z99-6 と、同様、監守アレイ、側面アレイ、栄光アレイ及び、魚雷警報装置で構成されているが、監守アレイについては、利得向上のため、従来の円筒アレイに対して、カージオイド指向性を形成するような、カゴ形構造とされている。また、潜望鏡は、従来の光学式2本から、 従来型と飛貫通式戦望鏡を1型各1本へ変更された。兵装としては、艦首上部に6門の風マイナス 606533mm 魚雷発射艦を装備している。89式魚雷及びハープン対艦ミサイルを搭載している。また8番艦からは新たに潜水艦、魚雷防御システムが装備される予定である。魚雷発射式装置としては、 潜水艦発射管制装置在庫マイナス51が搭載されているが、これはスリーに連接されてサブシステムとなっている。呉基地に停泊する操流型アレイからスコジマから見た操流型。奥側はヘリコプター搭載護衛艦かが、2016年度計画の12番艦が本型の最終艦となる見込みである。 平成26年度計画で建造された10番艦上流の価格は約513億円。リチウムイオン電池を搭載する11番艦大流の価格は643億円である。2021年3月24日に収益した12番艦投流の価格は690億円となっている。総流は大日本帝国海軍のお飯艦、総流、航空母艦、 総流と同じく青い竜を指し、雲竜は航空母艦、雲竜と同じく雲間を飛ぶ竜を指す。海上自衛隊は海上と水中動物の名を潜水艦の命名基準としていたが、2007年11月5日付で行われた命名付与基準の改正で水晶動物の名が使用できることとなり、竜を用いた命名はこれに基づく。今のところ歓迎は、 竜で陰を揃えているが全てが竜ではなく、清竜は第五次の清滝権限に由来するので、清滝が相当する漢字表記になる。オーストラリアオーストラリア海軍は中国海軍のアジアにおける活動の活発化を鑑みて、コリンズ級潜水艦の代替として4000トンクラスの大型潜水艦の導入を計画。ドイツの216型潜水艦のにスペイン、 フランスの潜水艦を調査していたが、2011年に日本が武器輸出3原則政策を緩和したため、総流型も検討対象に加えられた。計画の責任者を務めているローアンモフィット海軍省省は、海上自衛隊の杉本雅彦海上幕僚長と会談しており、総流型が有力な候補であるとコメントした。2013年2月には防衛省が、 情報、技術供与の可否も含めて検討に入った。同年3月11日、オーストラリアの軍関係者が、総流型に使用される特殊推進機関などの技術を、オーストラリアに供与する可能性が高くなったことを明らかにした。ただし、オーストラリアのトニーア・ボット政権は、公約で次期潜水艦を国内で建造すると表明したため、総流型の完成形を輸入することは、 この公約に反することになる。しかし、アボット首相は、地元経済への影響という観点から、判断することはないと強調しており、あくまで軍事的な観点から判断するとした。2014年9月時点のオーストラリア政府内では、日本の潜水艦は、高い評価を得ているとされていた。他方、日本政府にも、機密性の高い潜水艦を他国に輸出することに、 新調論があったが、2014年10月16日、オーストラリアのデイビッド・ジョンストン国防相はエト、アキ秋リ防衛大臣との会談で、オーストラリアが計画する潜水艦建造への協力を正式に要請した。この後の2016年4月26日、オーストラリアのターンブル首相により、フランスとの共同開発が正式に発表されたため、 オーストラリアへの輸出の可能性はなくなると見られた。2016年8月に報道された DCNS の潜水艦機密情報漏洩により、オーストラリア国内で計画中止を求める声もあったが、2016年12月20日にオーストラリア政府は DCNS と正式契約を結んだ。インド2015年3月28日には、 潜水艦の老朽化が進んでいるインドのマノハール、パリカル国防省が総流型について、インドも高い関心を持っていると述べた。日本政府は政府間協議による輸出を希望していたが、インド政府が協議に応じず2017年に撤退した。ありがとうございます。